1日1トレジョです。今日紹介するものはスパイスドサイダーという、ハロウィンの前あたりから季節限定で売り出される、飲み物です。トレジョの季節商品として人気のようで、毎年店頭に大量に並ぶ商品です。こちらの方はこのスパイスドサイダーという飲み物をホットにして飲むようなので、またそれも後ほど温めて飲んでみたいと思います。まずはちょっと商品の様子を紹介したいと思います。容器はプラスチック、高さは 26.5 センチほど、12センチくらいの直径です。 1.89 リットルです。原材料は、また概要欄のところに載せておくので参照してください。240ml あたりのカロリーが120です。こちら結構スパイスが入っていて、スパイスの種類はシナモン、クローブ、オレンジピール、レモンピール、オレンジオイルなどとなっています。このラベルの絵がなんかとても変わった、多分エデンの園、リンゴを食べてしまったアダムとイブのイメージしているようなトレジョらしい独特の絵だと思います。まずは常温で飲んでみたいと思います。開けた途端にリンゴのこう匂いがふっと、スパイスとリンゴの匂いがします。ちょっと振って飲んだ方がいいかもしれないです。ちょっと振ったらこぼれてしまいました。よいしょ。それではいきます。リンゴジュースよりはやっぱりちょっと色が濃くて濁った感じに見えます。いただきます。リンゴジュースに本当スパイスを入れたくらいで、すごい甘いジュースになってるっていうほどではないです。美味しい、美味しいです。これ温めて本当飲んだらとてもまた良さそうな気がします。シナモンの味がやっぱり結構するかな。本当普通のリンゴジュース感覚でスイスイと飲んでいけちゃいます。もちろんこれは炭酸ではないです。いきなり鍋の映像で突然ですが、小鍋でスパイスドサイダーを温めてみました。この温めてる間にもすごくいい匂いが立ち込めて、秋冬らしい匂いがして、なんか幸せな気持ちになります。温かいスパイスドサイダーいただきます。美味しい。なんかちょっとより甘さが際立ってしまった感じはしますが、やっぱ夜に暖炉の前で飲みたいなっていう感じです。やっぱスパイス入ってるせいか体がちょっと温まってくるような感じがします。結局はそのリンゴジュースとスパイスっていうことなので、これを使ってそのさつまいもとかなんか煮たりとかしても美味しいような気がします。ホリデーシーズンにぴったり の飲み物、もしご興味がおありでしたらお試しください。これからも1日1トレジョ、トレダージョーズの商品を次々紹介していきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。